はーい、出発。気持ちいいか。うん、気持ちよくはないよ。気持ちよくはない。気持ちよくはないのか。気持ちよくはないよ。そうなの。まだ怖いよね。ビビってるよね。あ、でもちょっと慣れてきた。でしょ。うん。よく乗れるね、こんな。最初怖くなかった？うん、最初は怖かった。今60キロだよ。精肉を引っ張るんじゃないよ。あ、でもこのぐらいだったら気持ちいい。でしょ？うん。ヘルメット少し開ければちょうどいいかも。おお。怖いから閉める。そんなに怖いか。あ、でもちょっと楽しいな。本当に、うん、よかったね、あなたの手。なんか不思議。あ、これで栃木行くってすごいね。でしょ、結構行ってるんだよ。ちょっとね、甘く見てた。なんで？こんな何時間乗れない。え、嘘。うん。あ、でも気持ちいい。うん、彼はほら、まっすぐ走るのが得意だからさ。おお、安定感がいいね。そう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 。あと、2人乗りを前提で作られてるからね、ちょうどいいんだよ。そうなんだ。うん、ちょっと開けてみよう。そう、開けてごらんなさい。ふぅー、そんなに。ちょっと海の方でも走るか。うん、やっぱまだカーブがね、ちょっと怖いよね。そうだよね、固まってるからね。おお、ヘルメット取りたい。取ったらダメよ。サーファーがいるよ。どっち？右。ほら。右なの、わかるよ。なんやねん。あ、いた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 。うわ、窓閉める。窓じゃない、シールドやろ。あれ、収録してもいいよ、私黙ってるから。あ、そう。うん、もう してるけどね。あ、そうだよ。ブースですってやればいいじゃん。なんかバカにしてんのか、お前ら。バカにしてんのか。ブースです、どうもって。バカにしてんのか。どうも。すごいファンキーなじいちゃんがいる。すげえ。なんてもね。左に曲がりますよ。はい。まあ、この時にこうプリーピングして回転差を合わせてこう、まあ意味わからないよね。ちゃんと今聞いてんだね。バカにしないでよ。途中で諦めたよね、説明。はい、行くぞ。はい。行くぞ。左に曲がります。はい。なんかこのでかいから寄った時がすごいこう、何、すごい倒れる感じがして、それが怖いかも。素人やな。だって前乗った時全然怖くなかったもん。あ、そう。シールド閉めない、大丈夫。大丈夫、開けとく。目だけ閉じれば、目のとこだけ、うにょん、せば風目当たんないから。でもなんか閉めると夕方なんだもん。それは仕方ない。それは仕方ない。あ、それは眩しくないようにね。そうそう。だって俺のなんて結構真っ暗だよ。ちょっと違うね。私はちょっと透けてるもん。そう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 。それコンビニのあのね、あのなんて言うんだろう、今頭撫でてんの分かる？あ、なんかね、スリスリされてるような気がする。じゃあ俺の散歩コースに行くか。お、次ここ左に曲がるぜよ。あ、やっぱやめた。海沿い行こうかな。あ、
あ、やっぱやめた。どうしようかな。ポンコツナビ。あ、昼なんか中華そばみたいなんだけどいい？中華そばって何？ラーメンじゃないの？あ、ラーメンだ。え、どこの？湯の大食堂。あ、この間聞いた気がする。うん、すげえ。なんだっけこれ、菜の花じゃなくて、お、ま、何を？いや、そういうこと言うんじゃないよ。バカだね。左に曲がるぞ。油断も隙もないぞ。下噛むぞ。お前くしゃべってると下噛むぞ。ちょっと加速しますよ。はーい。無理ですか。無理です。マジで閉めよう窓。そう、窓閉めて窓開けよう。なぜシールドを窓という。ねえ、やっぱ背もたれあった方がいいでしょ。うん、絶対あった方がいい。これはないと怖かったでしょ。誰買わなくていいとか言った人。あ、にあった。極楽だねこれ。極楽だねって言うんじゃないよ。そんなアホの極楽だよ。昨日さ、はいはい、私のバイクさ、チャリね、チェーン外れちゃってさ、わいわい、あの父さんに直してもらった。あ、そう、直った、うん、直った。気持ちいい。うん、まあこんなもんよ。いいですな。うん、トコトコツーリングやで。トコトコツーリング慣れた。慣れた。うん、走り始めて30分ぐらいかな。あ、もうそんな経った？経った経った。気持ちは5分。あー気持ちいい、うん、写真撮りたい。綺麗。あ、写真、あ、うん、撮る、止まる、うんうん、止まるほどじゃない。止まるほどじゃないな。違う、止まってまたスタートした時にバイクまた怖いのに戻ったら怖いなと思って。そうそう、右に曲がります。止まるほどじゃない。いや別にいいかな。違うよ。どう、意外と中華製安心感抜群でしょ。すごくいい。ないとダメ、怖い。で、左足から行った方がいいんじゃない？左足？左足から。あ、そういうことか。そう、普通に乗ってんじゃないか。足届かないんじゃない？ギリギリ届く。ここで起き上がるんでしょ？うん、すごいね。シールドな。うん、毛がなびいてる。俺いつもね。後ろから見て運転の練習を勉強しよう。どういう運転の勉強？あ、このバイクの運転の勉強？そうそうそう、ハンドルを握る。そうだね。こっちブレーキ。右。ああ、こっちクラッチ切る。クラッチって何？うん、そうだよね。そっからだよね。バイク講座。話変えようか。もうやめようか。クラッチの話するのめんどくさい。スモーク。ちょっと臭いんじゃない？うわ、臭い。その叫び声全部俺耳の中に響くんだよね。このもう少しで着くよ。はい。あの集落あたりだ。やばだね。うん、でもね、全国からお客さん来るんだよね。鶴仙さようなら。
with or without. Yeah, I just want to.